って一生懸命練習しました。間違えたとしても温かい声援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは飛騨天花火の皆さんです、どうぞ。はい、会場の皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは。もう何やら朝から見とると豚汁がむちゃむちゃ美味しそうでお腹が空いてきました時間ですが、あの旗の方にも、もう一本振っていただきます。あの結構見とるよりね、この旗の騎士たちはね、必ずあのかなり体力を使っております。の割にはいう体型の人ばかりですが、あのその辺もですね、旗の本数、そしてあの踊り子の方見ていただきたいと思います。で、あの飛騨天花火は2011年のですね、あの東北の3月11日 の、 あの震災の復興を、行ってきまして、 2回行ってきました、あの東北の方へですね。で、あの最初はですね、やっぱりあの東北の人に元気を持っていこうという意気込みで東北へ行ってきたんですが、あの帰ってくるとなんか東北の人に元気づけられたなというような思いがあります。で、あのやっぱそこにいただいた絆、あの笑顔と声援ですね。で、富山でもらった笑顔と声援、またあのできれば来年も持っていきたいと思います。今年もあの先月ですね、1回行ってきたんですが、やっぱあのいろいろとお話が聞けたり交流ができたりということで、よさこいを通じてここにいるあの菜の花の祭りに来とる皆さんも一緒に笑顔と声援よろしくお願いいたします。それでは参ります。飛騨天花火北前船の出港です。2011年、いざ。はい、はっ。
ありがとうございました。